どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ライジンの 100% 還元案件がね、来ておりますんで、ぜひねこちらの機会にねこの 100% 案件、利用していただいて ANA マイル、JAL マイルね、貯めていただこうと思っておりますので、今回ねこちら、解説させていただこうと思います。で本日はこちらの 100% のねライジン案件、こちら知ってますかね、ライジン、こちらエナジードリンクなんですけども、まあ、こちら結構前からねポイントサイトに 100% 案件で出てまして、まあ、ちょこちょこ今回で2回目ですかね、来てるので、まあ、今回ね改めて紹介やっていきたいと思います。でこちらのねあのモニター案件のテンタメっていうねポイントサイトの案件なんですよね。まあ、こちら購入したポイントが、まあ、そのままね 100% ポイントバックっていう感じになりますので、このポイントサイトから、まあ、申し込んでから、まあ、利用するっていう形になります。でポイントサイトはね EC ナビで今回ね紹介させていただこうと思ってるんですけども、こちらの案件なんですけども、あの PC サイト、まあ、スマートフォンサイトでね、まあ、すぐ見つかる方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、なかなか見つからないっていう方もねちょっといらっしゃるみたいなんで、一応ね PC サイトの場合だと、あのトップページから見ていくと、モニターっていうところを、開いていただいて、下の方にねテンタメモニターっていうのがねあると思うんですけども、その上にね、テンタメモニターっていうまたねクリックできるところがありますんで、まあ、そちらねクリックしていただくと、こちらのねあの画像を出しておきますけども、この案件が出てきますので、まあ、そちらから利用していただくっていう形になります。次にねスマートフォンの場合なんですけども、トップ画面から下の方からねもっと貯めるっていうところにモニターで貯めるっていうところがあるんで、そちらをクリックしていただきます。そうするとテンタメモニターっていうね欄がありますんで、そちらから行っていただくとこちらの案件がね出てくるっていう形になります。注意事項としてはですね、こちら全てコンビニ限定のね案件になりますので、あのどこでも購入できるっていう案件ではありません。案件がね3つ出てくるかと思うんですけども、冒頭にね全部ローソン限定とかセブンイレブン限定とかファミリーマート限定とかね、対象店舗があの決まっておりますので、まあ、その点はね注意してください。で実際に購入していただくんですけども、この購入に関しても注意点がありまして、こちらね4本を同時に購入する必要があるんですね。このライジン端がねこういう感じで2種類あるんですけども、こちらがこういう感じでね、全部で4本どういう組み合わせでも OK です。まあ1種類の味を4本でもいいですし、まあ、2本2本でもいいですし、1本3本みたいな感じで組み合わせてもいいんですけども、覚えておいていただきたいのは4本同時に購入していただくっていうことが注意点となってますんで、こちらはね忘れないようにしてください。で購入していただくとレシート確実に持ってきていただいて、購入した後にですね、ポイントサイト EC ナビの方でレシートをね社メールで送信していただいて、本当に簡単なアンケート5分もかからないアンケートをね、答えていただくと、まあ、後日ねポイントバックっていう風になりますんで、そちらでね、完了っていう風になります。でここでねおすすめの購入方法をね、紹介したいなと思うんですけども、まずねローソンセブンイレブン、ファミリーマートって今回の案件があるんですけども、まずね、ローソンの場合なんですけども、ちょっとこちらね、本日限定になってしまうんですけども、こちらのブルーのライジン、こちらが、D ポイントがね、1本につき50ポイントもらえるローソン側のキャンペーンがやっておりますんで、ぜひね、ローソンで購入される場合は、まあ、こちらね4本購入していただいて D ポイント、確実に出すようにしていただいて、購入していただければ、まあ、1本につきね50ポイントもらえますんで、合計でね200ポイント貯めることができますんで、こちらねおすすめというふうになっております。こちらのライジン4本でだいたいねキャッシュレス消費者還元の値引きを入れると4本でね808円で、まあ、購入することができますので、できればね現金よりねキャッシュレス消費者還元の対象の支払い方法でね購入するようにしてください。で次にセブンイレブンなんですけども、セブンイレブンの場合はこちらどっちの味でも OK ですので、7個で支払うと1本につきね50ポイントの7個がもらえます。
でこちら期間はですね5月の24日までっていう風になってますんで、セブンイレブンでね購入される際はですね、セブンイレブンの場合どっちの味でも OK ですので、ぜひね7個で購入するようにしてください。まあ、そうすると808円のね支払いに対してポイントサイトがね全額戻ってくるプラス7個200ポイントねもらうことができますんで、まあ、こちらはねおすすめっていう風になっております。で次にねファミリーマートなんですけども、残念ながらねファミリーマートはキャンペーンがやっておりませんので、まあ、そのまま購入するっていう形になります。で次にですねまたですね以前、レシート送信アプリっていうのをね一回解説させていただいた動画があると思うんですけども、あそこでね軽く触れたんですけども、ワウンっていうねレシートを、どんなレシートでもねシャメールして送ると最低1円で買い取りますっていうねスマートフォンアプリがあるんですけども、そちらでもですねこのライジンの案件出ておりますんで、全く同じでね出ておりますんで、そちらはね ANA マイル JAL マイルとかにね、交換できない現金とかねギフト券になってしまうんですけども、まあ、そちらでも案件出ておりますんで、まあ、もしね利用されたいって方はねぜひねワンでも本当に全く同じね案件全額、ポイントバックっていう言い方でいいかな、うん、っていう感じで、案件出ておりますんで、そちらのワンっていうのもねやっているってことだけ覚えておいていただけたらなと思います。でですね、全部のコンビニを利用していただければ、全部でね、2472円分のね、ポイントが、まあ、100% ポイント還元でね、もらうことができますので、まあ、こちらもね、ANA マイル、JAL マイルにね、交換できますし、さらにね、ローソンと、セブンイレブンではね、ボーナスポイント、もらうこともできますんで、今回のこの案件でね、ぜひ ANA マイル、JAL マイルね、ぜひ積極的に貯めていただけたらなと思います。いかがだったでしょうか？今回は、こちらのライジンのね 100% ポイントバック案件ね解説させていただきましたけども、 100% でねポイントバックがもらえるにもかかわらず、さらにねボーナスポイントセブンイレブンローソンでねもらうことができますんで、まあ、個人的にはねかなりおすすめっていう風になっておりますんで、今回の案件利用していただいて ANA マイル JAL マイルね貯めてみてはいかがでしょうか。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。